はい、食べるとみーです。ということでね、今回は千葉県千葉市にやってきました。後ろの方がですね、千葉駅になるんですけどもね、いやこのね、千葉駅もね、初めて来たんですね。それで今回もね、事前にネットで調べたんですけども、千葉市界隈はですね、食の宝庫、グルメの楽園だと思うんです。ということで今回は千葉市のうまいもん探しの旅、やってみたいと思います。というわけで今回の舞台は千葉県千葉市。特に千葉駅は JR と京成線が乗り入れるビッグターミナルなんです。駅前はそごうやファッションビルがあって、かなりにぎわっていましたよ。さあ、そんな京成千葉駅から徒歩約10分、最初の1軒目は日暮サンドイッチ。こちらのお店、日曜日や祝日になると行列ができる人気店なんだそうですが、訪れたのは平日、朝の8時からオープンしていました。さあ、店内に入ると種類豊富なサンドイッチの数に目を奪われてしまうんですが、なんとか1つ選んで店を後にしました。先ほど購入した日暮サンドイッチ、コロナのためイートインスペースが現在休止中なんですね。で、近くの公園でね、ちょっと食べようと思います。というわけでやってきたのは千葉公園。公園の中には池がありまして、ボートに乗れるようになってるんです。いいじゃないですか、こういう光景。さあ、公園の中を歩いてみると、多くの花が彩られています。そうです、花の都千葉という名前がついてるぐらいですからね。そして今が見ごろ、菖蒲の花も綺麗に咲いていたんですけど、この公園、ハスのイベントもやるらしいです。さあ、そんな千葉公園で食べる日暮サンドイッチの一品は、それはマッサマンカレー。マッサマンカレーとはタイカレーの一種なんです。皆さん一度は聞いたことあるカレーの名前だと思うんですよね。見てください、この横から見た分厚さ。それでは早速いただきたいと思います。さあ、このマッサマンカレーのサンドイッチ、一口噛むと、あれ、普通のサンドイッチかなと思いきや、いろんな香りや味がもう口の中に広がるんです。それは野菜、チーズ、カレー、パン、この4つがもう強烈インパクト。特にマッサマンカレーはジャガイモが入ってるのが特徴なんで、このジャガイモの食感もいいんですね。さて、味の方はというと、マッサマンカレーの特徴、ほのかな辛さと深いコク、そして上質な甘みが口の中がふわーっと広がるんです。千葉で感じる微笑みの国タイの味、本当に恐れ入りました。これには思わずハローイタイウマ。さて、サンドイッチを食べ終えると公園から気になるものを見かけました。これ何だと思います？そうです、千葉都市モノレール。このモノレール、総営業距離は 15.2 キロで、懸垂式のモノレールとしては世界最長なんだそうです。それゆえに2001年ギネス世界記録に認定されたそうなんです。いやー、すごいじゃないですか。僕が知っているモノレールって、小座敷といってレールをまたいでるやつしか知らなかったんでね。ということで千葉駅にやってきて、ホームを見てみると、あら不思議、レールがないって。まあ当たり前なんです、懸垂式ですから。これなんともね、不思議な光景なんですけど、そして上を見上げると上にレールがあるという、いやー、何度見ても不思議、初めての経験なので、危ないなんてね、看板が出てるんですけど、ついつい降りたくなっちゃうという。さあ、降りちゃいけませんよ、乗車してみました。するとどうですか、普通高架式の電車とかって横に壁があったりしてね、景色をね、遮るような形になってると思うんですけどね、何にもない、抜けがいい、ちょっと怖い感じもするんですけどね。さあ、しばらく千葉駅を出て走るとですね、先ほどいた千葉公園が見えてきました。いやー、上から見る公園、この公園綺麗ですよね。さあ、モノレールは快調に走り続けます。千葉公園駅などね、いくつかの駅を停車しながら走るんです。道路の上を、そうです、これね、下見るとね、あら、道路怖いんです、ちょっと怖いです、何もないんですよ、真下がすごいですね。なので、前を見ていると標識に、あー、ぶつかる、危ないと思いきや、標識の上をスレスレ通るというスリル満点。さあ、京葉道路の穴川インターを通り過ぎるとですね、スポーツセンターの近くを通ります。すると両サイドが木に挟まれて、もうこれはね、アトラクション、まさに千葉の花屋敷状態。そんなことを思いながら目的の地へ着きました。
さ、三つ和台という駅前に来たんですけれども、せっかく千葉市に来たら食べてみたいラーメンが一つあるんです。まあ僕ね、ラーメンの中でも家系ラーメンは特に好きなんでね、もうここ千葉市、そして三つ和台といえばあの家系でしょう。ということで向かった先は横浜ラーメン千葉屋。もう知ってる人は知ってると思います。この千葉屋、千葉県の家系レジェンドなんです。その人気から何時に行っても大体行列ができているんでね、僕もね行列並びましたよ。さあ、そんな横浜ラーメン千葉屋での一品は、さあどうですか、これが千葉屋の家系ラーメンです。一度食べてみたかった千葉屋の家系ラーメン、今日出会えたことに感謝です。いやありがたい。さあ早速いただいてみたいと思います。スープから飲んでみるんですが、ああなるほど、こういう感じかって感じでね、思わず二口飲んじゃうんです。これどういうことかというと、このスープね、とってもマイルドなんです。だいたい家系ラーメンっていうとしょっぱさがガツンとくる味なんですけどね、ここのラーメンそんなことないんです。とっても奥が深いと思います。さあ麺を食べましょう。その麺はですね、固めで注文してみました。麺固でお願いしますなんて言ったりしてね、僕ねこの固めが好きなんです。まあ食べてるうちにねちょっとずつ柔らかくなるんでね。そんな麺固家系ラーメン、僕の好きな食べ方、それは海苔と一緒に食べることです。これね本当にたまんないんです。さあそんな麺の箸休めにと言ったらあれかもしれませんけど、このチャーシュー、まあ大体ね家系ラーメンのチャーシューってあんまり期待できないんですけども、いや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 、千葉屋のチャーシューすんごい美味しいの。そしてトッピングでほうれん草を頼んでみました。ほら見てこのほうれん草の量、箸で掴むと麺よりほうれん草の方が量が多いじゃないかっていうね。家系ラーメンのお供、それは海苔とともにほうれん草、これ僕の好きな食べ方なんです。さあ海苔はですね、この半ライスも注文したんです。スープに浸した海苔をご飯の上に乗せる、そこから口へ含む、これがね幸せの瞬間なんです。もうチャーシューはですね二口サイズだったんで、ご飯と一緒に食べて、このたくあんね、普通家系って言ったらキュウリなんですけどね、たくあんがあるのこれ貴重ですよ。さあ一度は食べてみたかった千葉屋の家系ラーメン、人気の理由が分かりました。うーかうま。蘇我の駅前にやってきました。でね、これから何するかっていうと、まあズバリクラフトビール飲みます。例えば千葉駅、本千葉駅、蘇我駅、まあこの辺りにねクラフトビールの店が点在してるんですけども、まあちょっと見ての通り体は一つしかないんで、まあこの蘇我駅の近くのクラフトビール、まあなんとなくいいんじゃないかなと思ってね、ちょっとね行ってみたいと思います。ということでやってきたのは潮風ブルースタンド蘇我。見知らぬ土地でクラフトビール、口コミの高評価を信じてやってきました。さあ店内に入ると豊富なメニューに迷ってしまうんですが、潮風ブルースタンドでの最初の一杯はアイスエイジコールド IPA。 さあ今回の千葉グルメ旅、疲れを癒す最初の一杯、これがうまいんです。さあそんなアイスエイジーコールド IPA、 アルコール度数は 6%、 そして苦味を表す IBU は56、そしてなんといっても柑橘系の香りのインパクトが強烈にあるんです。さあせっかく蘇我までやってきたんでね、まだまだ行きます。それはマンゴーインパクト、もう名前からね想像できるんですけど、さあ早速いただいてみたいと思います。するとこのマンゴーインパクト、アルコール度数は 6%、 IBU は30、そしてそしてなんといってもマンゴーの香りが口の中に広がるんです。もう一口飲めばわかります、これはマンゴー強烈インパクトだ。さあほろ酔いになってきたんでね、まだまだ飲めちゃうんです。続いての一品はホギーミシガン IPA。さあこのホギーミシガン IPA、 一口飲むと分かるんです。それはアルコール度数の高さ、その度数は 6.6%、 苦味を表す数値 IBU は75と高め、さらに柑橘系の香りとホップの強烈インパクト、これ口の中と口の周り、顔の周り、うわーっと広がるんです。
いやービールは美味しいし、本当にそばまで来てよかった。サンキュー、フォーアグレータイム。潮風ブルースタンド、ソガさん。爆馬。さあ、今度はですね、動物公園という駅の前に来ました。ということでね、次に向かう場所はね、もう駅名でバレちゃってますね。動物園行きます。さあ、ということでやってきたのは千葉市動物公園。こちらの動物公園、1985年に開園した歴史のある動物公園なんです。その広さは上野動物園の約 2.5 倍と巨大な動物園。そして飼育動物数は149種にも上るそうです。さあ、園内を見てみると、まずはフラミンゴ。いやー、優雅な佇まいですよね。そしてこの鳥、なんだと思います？ハシビロコウつってね、じーっとしている姿が特徴なんだそうです。さらにさらに動物園の人気者、アシカもいましたよ。このアシカ、上から見ることもできるし、横からも見えるというね、特徴的な作りしていました。さあ、こちらコモンマーモセットという、ちょっとね、猿みたいなリスみたいな変わった動物なんですけどね。それからハイエナもいたりしてね、すごいですよこのハイエナ。さあ、動物園の人気といえばね、このキリンも人気だと思うんです。首が長い、そうそう、長いといえば鼻が長いゾウもいました。さあ、突然ですけど、僕が勝手に選んだ興奮ベスト3。まずは第3位、レッサーパンダ。どうですか、高いところに登って餌を食べてる姿、これもう愛おしいですよね、レッサーパンダ。さあさあ、愛おしいといえばこの姿、これね、寝てるんです。手足をぶらーっとぶら下げて興奮。さあ、僕が勝手に選んだ興奮ベスト3、第2位はゴリラ。どうですかこのゴリラ、全然動かないんですよ、じっとしていて。まるでドッキリカメラに出てくるようなゴリラのぬいぐるみみたいなんですけど、あ、動いた。いやいや、目が合っちゃった、目が合っちゃったよ。なんだか口元いじってるけど、と思ったら寝てるじゃないか、もう勝手なんだから。これには自分自身が興奮。さあ、僕が勝手に選んだ興奮ベスト3、第1位はチーター。いや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 、来ちゃったよ、近いよ近いよ、やばいよこれ。もうガラス越しで至近距離で見えるから迫力満点。ちょっと怖いんだけどね、この距離だよ、もう顔の目の前で、あら、目が合っちゃったよこれ、怖い怖い。もうガラス越しのチーター、これは迫力満点、興奮間違いなし。どうですかこの千葉市動物公園、敷地は広いし展示数も多いんでね、見どころ十分。その代わりね、一度で全部見ようと思ったらね、ものすごい疲れます。もうね、年間パスポート買っちゃおうかな。さあ、再び三和台の駅前にいるんですけども、ここ三和台でどうしても食べたい、そして行ってみたいお店がもう一つあるんです。ということでやってきたのはカウベル三和台店。カウベルは千葉県にしかない創業28周年のレストラン。そのレストランの売りは牛肉 100% の弾力ハンバーグなんです。そういえば過去動画で挙げた静岡ご当地レストランの爽やかハンバーグ、その爽やかも牛肉 100% の炭焼きハンバーグが売りでした。そのハンバーグ、初めて食べた時の衝撃を未だに覚えているんです。千葉の爽やかとも言われる弾力ハンバーグの正体は。さあ、どうですか、一度会ってみたかった弾力ハンバーグの姿よ。その姿、これね、牛肉 100% 炭焼きハンバーグ、静岡の爽やかと同じですよ。もう食べる前から期待が高まっております。私、食事の時に久々興奮しております。早速ナイフで切ってハンバーグの中を見てみます。するとどうですか、レア焼きなんです。薄いピンク色、見えるでしょう。まずはそのままハンバーグ食べてみます。するとどうですか、ハンバーグ、お肉の本来の味がじゅわーっと口の中に広がるんです。さあ、レア焼きが苦手という人はですね、こちらの、なんていうんですか、こういうところでね、ちょっと焼いて食べることができるんですね。さあ、軽く焼いた後ですね、このオニオンソースにつけて食べてみます。
するとどうですかね、肉本来の味とともにこのオニオンソースの味も相まって、これねうまいんです。さてカウベルのハンバーグがうまい理由、それは玉ねぎとパン粉を一切使用しないステーキタイプだから、肉本来のパンチがガツンとあるんです。さてさて、ライスは大中小から選べる、これね太っ腹ですよ。そして付け合わせで出てきたミネストローネ、これも野菜がたっぷり入って美味しかったです。さあせっかくなんでね、ハンバーグとともに人気のある商品を食べてみました。それは栃木和牛入り牛すじ煮込み。どうですか、もう見るからに美味しそうでしょ、これもう絶対うまいやつですよ。さあしつこいようですけど何度も言いますよ、栃木和牛入りですよ、和牛入りの牛すじ煮込み、いただいてみたいと思います。するともう一口噛むと分かるんです、その柔らかさと甘さ、ふわとろ食感に幸せを感じます。そんな牛すじ煮込みはご飯と一緒に食べる、これ相性いいに決まってるでしょう。さてカウベルでは会員登録をすると500円のクーポンをゲットできるんです。さらに会計時ソフトドリンク無料券を5枚もプレゼントされましたよ。どうなってんのカウベル、太っ腹でしょう。初めてのカウベル大変気に入りました。たくま、ね、今回初めて千葉市をね旅したんですけども、道路の上をモノレールが走ってるんでね、どことなくね沖縄にいたようなね空気感もあってね、僕ね大変気に入りました。それで事前にネットで調べたね行きたいお店、食べてみたい料理、これ全て食べることができてね本当に満足しています。特に一度は食べてみたかったカウベルのハンバーグ、まだ食べたことのない人絶対食べてみて、本当に美味しいから、めっちゃ美味しいから。それでは最後に一言、旅の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。登録。